真似して書いてみようと思ったら、意外とこの竹がですね、書きやすくてですね、意外とうまく書けたなと思って伊藤志法っていうのは私の、書道家まではいかないんですけど、書道をやる時の画号で、先生の名前が水北先生って言うんですけど、大鳥の字を一字いただいて、カズレの絵が枝なんですね。志法と読みます。伊藤和恵チャンネル。こんにちは、伊藤和恵です。今日は私の趣味、水墨画についてお話ししたいと思います。水墨画は今年の初めぐらいから始めたんですよ、実は。で、最初に描いたのがこの笹の絵で、意外と簡単に描けちゃったんで、ちょっとやってみようかなっていう気になりました。水墨画で検索するとすっごいいろんな簡単とかいろいろ風景画とかで検索すると出てくるんですけど、真似して描いてみようと思ったら、意外とこの竹がですね、描きやすくてですね、この辺のかすれた感じとかはもう筆をこう横にしてこうなぞる感じで描いて、あとここを葉っぱは濃淡をつけてちょっと奥行き出したりとか、意外とうまく描けたなと思ってちょっと描く気になって、いろんなちょっと絵を参考にですね、これは月見をしてるうさぎさん、月もちょっとここを水で濡らしてぼかしたりするとちょっと月っぽい感じが出て、なかなかいいんじゃないと思って自分で結構、あとは南国の景色なんですけど、パームツリーを手前に描きまして、海にこう漂う船とかも描いて、ちょっと南国の景色っぽくしてみました。水墨画ではないんですけど、書道を始めてもう今年で5年もう6年になるのかな、もうそろそろ6年になるんですけど、これはですね、万葉集の仮名を小筆で描いたもので、この伊藤志法っていうのは私の書道家まではいかないんですけど、書道をやる時の画号で、先生の名前が水穂先生っていうんですけど、大鳥の字を一字いただいて、和江の絵が枝なんですね。志法と読みます。で、この印鑑画号印も先生が彫ってくださって、志法って書いてあるんですけど、彫ってあるんですけど、これをなんかカット押すとちょっとより上手く見えるというかまあいろんな書道展の作品展とかにもこの画号印を押して、提出しています。でですね、書道はまた改めて、アップさせていただきたいと思うんですけど、今私プロフィールに線か何席5席4席かな、今3席なんですけど、その線かってどんなのって割と思ってらっしゃる方たくさんいると思うんですね。で、まず分かるかな、9から始まるのは分かりますよね。9、10級から始まるんですけど、10級からどんどん上がってって、9、8、7って上がってって、段、次は段ですね。こんなにいっぱいあるんですよ、この星雲会っていうところの階級というかなんですけど、まず 初段の上は5段6段って言って、6段が一番段の上、上級段で、その次に師範5席ってきまして、師範1席、修士5席からまた修士1席、練士5席から練士1席で、次々に行くと今度徳徳5席で、徳徳1席で、同人5席から同人1席、その上が専科10席から今度始まるんですよ。5席から始まってるの、今度10席から始まって、で、今私がいるのが専科3席っていうところですね。で、この専科を超えますと、3、2、1で超えますと、今度紳士。紳士になって、紳士、2、1ってなって、紳士はもう5席から始まって、1席まで行くと、同士科っていうのがあって、これが一番上の階級なんですね。で、私はまだ専科なので、この上の紳士を超えないと同士科まで行けないんですけど、ちょっと上を目指して日々頑張っています。まあそんな感じですね。あとは
まあ、臨書っていうのも毎月提出してるんですけど、これは階級がなくて多作か同賞か銀賞か金賞星雲会賞っていうのが一番上にありまして、私はまだ同賞と銀賞しか取ったことがないので、まあ、これも上を目指して、日々頑張っています。あと仮もまたこの仮の階級っていうのがありまして、別の階級で進んでる感じですね。一緒にやっちゃえばよかったんですけど、仮はだいぶ後から始めたのでまだちょっと下の方なんですけど、これも頑張って書いてます。今度はぜひですね、私の書道教室の様子もご覧になっていただけるといいかなって思ってますので、楽しみに待っててください。大人のになるまでもやってらっしゃったんですか？小さい時にやってました。小さい時に書道3段まで、小学校の時に。じゃあもうその時にすでに下地というか、ある程度、まあそうですね。でもこれ以来全然何十年もやってなかったので、書道はそんな小学校の時に段取ってもそんなに別に上手っていうわけでもなかったんですけど。さっき始められて6年になっておっしゃってたんですか？そうですね、もうすぐ6年ぐらいで、さっき言ったその段の上にさらにそんなに階級があるわけじゃないですか。ええ、そんなにいけるものなんですか？毎月昇段していくとそんな感じでいけます。でももうこの戦果まで来ちゃうと毎月上がるわけじゃないんですよ。なんか人数も決まってるみたいで、上に行ける人数がなんか枠があるみたいで、だからこれから上に行くのはもう3ヶ月に1回とかぐらいかな、頑張って。そんなもんだと思います。僕らからしたら段でもすごいじゃないですか、上に。あで段以上があるってこと自体は多分僕ら知らなかった、でもこれは多分この星雲会っていうのが作ってるだけで、他のその流派の人たちは段とかで終わってるかもしれないんですよ。もう10段とか11段とかあって、その方がちょっと分かりやすいは分かりやすいんですけどね。これは流派によってもなんかこう階級の付け方が違います。はい、伊藤さんがいらっしゃる流派だとどっからが先生なんですか？いや、もう師範の時点でもう師範ですっていう賞状はもらえるんですよ。でうちの娘は小学校の時からやってて、中学の時でも師範になってたので、その賞状がもらえたので、まあなんか大学行く時にポイントになったりとか、受験の時に結構1ポイントもらえたりとかっていうのはあったのかな。師範っていうその小学校から本当に先生になれるというか。そうですね、師範ってまあなんかこう名ばかりで、別にそこで師範2席師範1席だから先生になれるっていうわけではなく、その上も結構あるよっていうこれでもまあ教えられるぐらいの、まあでも教えるにはね、もっともっとなんか字についてもすっごい勉強しなきゃいけないし、なんか空海、今空海のお手本とかでやってるんですけど、なんて書いてあるかもう全然わかんないんですけど、それをこういう仮名でも先生は全部読めますし、読めるとこまでまだ行ってないんですよね。これどういう字だったっけみたいな。隷書とか篆書とか、そう、そうですね、なんかいろんな書体があってやってますね。はいちょっと奥が深すぎてまだ全然そんな先生になれるほどじゃないです。約6年前に始めた書道から、今年は水墨画まで、趣味にしてみました。これからも、ちょっとなんか気になった風景とかがあったら描いていきたいなと思います。皆さんもぜひ書道とか水墨画楽しいのでおすすめですよ。